江戸。江戸は東京の旧省であり、1603年から1867年まで江戸幕府が置かれていた都市である。現在の東京特部の中央部に位置し、その前を及び原型にあたる。江戸は江戸時代に江戸幕府が置かれた日本の政治の中心地、行政首都として発展した。また、江戸城は徳川氏の将軍の居城であり、江戸は 幕府の成長が置かれる、行政府の所在地であると同時に、自身も、天領を支配する領主である徳川氏、徳川将軍家の、城下町でもあり、武養と呼ばれることもあった。徳川氏は、関ヶ原の戦いに勝利し1六百三年に、征夷大将軍となると、徳川氏の本拠地の江戸は一気に重要性を増し、徳川家に服する武将、大名に、江戸の市街地不審を命じ、 山の切り崩しや、入り江や、湾の埋め立て等を行い、江戸の大規模な拡張を行い、旗本、御家人などの武士、家臣、その家族らが、数多く居住するようになるとともに、町人が呼び寄せられ、江戸は、急速に拡大した。1612年、慶長17年には、江戸町割が実施され、1623年、元那九年には、武家地に町人が住むことが禁じられた。 1635年、寛永12年に、参勤交代が始まると、新たに大名とその家族のための武家屋敷が建設された。1657年3月2日、明暦3年旧暦1月19日には、明暦の大火が発生し、多大な被害が生じたが、その後も、市街地の拡大が続いた。江戸の町を大きく分けると、江戸城の南西内敷に広がる町、 山手と東の隅田川をはじめとする数々の河川、堀に面した町、下町に大別される。江戸時代前期には山手が武家屋敷で、下町が町人の町と一般的に言われていたが、江戸時代中期以降の人口増加によって山手に町人町が存在、千代田区の一部が挙げられるしたり、逆に下町に多くの武家屋敷が存在するなど、 実際はかなり複雑な様相を示していた。江戸の都市圏内には非常に多数の、そして多様な町が存在するようになり、江戸808町とも言われるようになり、18世紀初頭には人口が100万人を超え、世界有数の大都市、一説によると当時の世界一へと発展を遂げた。膨大な数の庶民によって多彩な文化が開花した。また、江戸は循環型社会。 リサイクルが根付いている社会であった。江戸の住人は、江戸社、江戸州、江戸人などと言ったが、江戸で生まれ育った喫水の江戸の人や、根っから江戸社らしい性質、小さなことにこだわらず、だが意地張りで、しばしばせっかちで短期、等々を備えた町人が、江戸っ子と呼ばれた。江戸の生活と文化、なお、江戸には千を越える仏教寺院が存在した。最初、江戸の 町方支配上の行政、司法は、江戸町奉行、南町奉行及び北町奉行が管理した。町奉行が管理したのはあくまで町方のみであり、神社や寺院の有地である、実社門前地や江戸城、大名屋敷等の武家地は、町奉行の管理、支配は及ばなかった。だが、その後、1745年、延教2年に、 自社門前地内の町屋を、江戸町奉行が管理することが正式に通達され、門前町長や、自社両町屋440箇所、自社境内尺屋の分127箇所、合計567箇所が町奉行の支配となった。江戸町方支配上、自社門前地の町数は、教法8年、1723年2672町、延教3年、 1746年に1678町、天保19年、1843年には1719町に増えた。江戸図説によると、天明年中、1785年頃の江戸町数1650、夜町のうち、町方分1204町、寺社門前地分400余町で、他に、大名神屋敷265箇所、中屋敷、 下屋敷四百六十六箇所、神社およそ二百余社、神本千余所との記述がある。長奉行の管理領域だけでなく、江戸古府内の範囲も時代によって変化があり、特に寺社門前地をどう取り扱うかについては、幕府役人の間でも混乱があったことを伺わせる、所感が残っている。八百十八年、文政元年には、江戸府内を、守備機、町奉行の支配領域を、 住引きと呼び、江戸五府内であっても町奉行の支配下ではない地域が郊外にできた。これらの地域は、武家屋敷と武家所領、実社門前地と自社所領などで、五府内であっても一部で大館支配体制が続いており、武家屋敷と共にかなりの農地が存在し、また一部では町屋を形成していたと考えられている。また百五十四年安政元年以降は、新吉原、 品川、三県、ジートワップサルや町会所までが町奉行の支配下に入った。徳川幕府は実に260年ほども続いたが、幕末には内政でも外政でも、また後継者選び等でも問題が山積の状態となり、混乱をきたした。1862年、文久2年に参勤交代が緩和され、江戸の武家人口が激減。 政治的中心も京都に移り、十五代将軍、徳川義信は将軍としては江戸に一度も居住しないような状態であった。徳川家と敵対する勢力によって一連の軍事的また政治的クーデターである明治維新が行われ、1868年、明治元年に発せられた江戸を、称して東京と試すの証書によって江戸は東京と解消され、 東京への解消とともに町奉行支配地内を管轄する東京府庁が会長された。また、天皇の東京行行により江戸城が東京の皇居とされた。明治維新により徳川将軍家が静岡に転保された際にも人口が減少した。明治2年1869年に東京府は新たに守備機を引き直し、守備機の内側を市街地、外側を ゴ村地と定めた。この時の守引の範囲は、江戸時代の住引きの範囲におおむね相当し、安政年間以降一時的に江戸に組み込まれた、品川などは東京とは別の町として扱われ、長数も1四4 8不治類州に減った。翌年には、最初は京都にあった明治新政府も東京に移され、江戸時代の200年以上、江戸は行政首都であったわけであるが、 再び日本の事実上の首都となった。1871年に廃藩地検が行われ、東京府は新東京府に置き換わった。江戸という地名は、鎌倉幕府の歴史書、あずまが資史料上の所見で、おおよそ平安時代後半に発生した地名であると考えられている。平安時代中期、930年代頃に成立した、 和名類受賞にはまだ、江戸という地名は登場せず、豊島郡に、湯島郷、日頭郷、江原郡に、桜田郷が存在したと記されている。湯島郷は、現在の文京区湯島、日頭里は、道区小日向、桜田郷は、千代田区霞ヶ関の旧称である桜田であったと、推定されている。江戸は、もともとは、湯島郷もしくは日頭里に属する小地名であったと、 考えられている。口述の江戸氏は、他の武士の名乗りと同様に、江戸を所領としていために、江戸と称した、考えられるため、江戸氏が歴史上登場する、平安時代末期にはすでに、江戸という地名が存在したと言える。地名の由来は、諸説あるが、江は川あるいは入江とすると、とは入り口を意味するから、皇の入り口に由来したと考える説が有力である。また、とは、 港町の名称に用いられる例が多いことから、河の港とする説もある。あるいは、江戸の近郊にあったとされる今津、亀津、奥津という地名が、現在では、今戸、亀井戸、奥戸と称されていることから、野津とする説もある。当時の江戸は、武蔵国と下佐国の国境である隅田川の河口の西に位置し、日比谷入江と呼ばれる入江が、後の江戸城の間近に入り込んでいた。 江戸の開発は、平安時代後期に、武蔵国の秩父地方から出て、川越から入間川、玄荒川沿いに、平野部へと進出してきた、菅武平氏を称する秩父党の一族によって始められた。12世紀に秩父氏から出た、江戸主月部は、江戸の地を領して、桜田の高台に上官を構え、後の江戸城、江戸の地名を取って、江戸太郎を称し、江戸氏を起こす。 しげぐの子である江戸重長は1180年に、源頼朝が挙兵した時には、当初は平家法として、頼朝法の三浦氏と戦ったが、後に和解して、鎌倉幕府のご家人となった。校長元年10月3日、1261年、江戸氏の一族の一人であった、地頭、ら、江戸長主が、商家の基金による後輩で経営ができなくなった、江戸豪前島村。 現在の東京駅周辺を、北条氏徳宗家に寄進してその帰還となり、1315年までに徳宗家から遠学寺に再寄進されていることが、記録として残されている。ここにおいて、和名類受賞の段階では存在しなかった、江戸号という地名を見ることができる。また、公安4年4月15日、1281年に、長重と同族とみられる。 平重政が作成した譲り状には、江戸の川、う、戸どにある、千葉崎の村にある在家と田畑の譲渡に関する記述が、出てくる。この江戸郷、柴崎村、もしくは柴崎村は、前島村の北側、今の神田付近と推定されている。この頃の鎌倉からの大欧州への街道は、日比谷入江に注ぐ日向川にかかる高橋を渡り、鳥越、源、鳥越神社付近、 浅草へ通っていた。この日ーガ川ー沿いには、早くから村ができていたようである。なお過去、日ガ川は、当初から日本橋川を流れたとされたが、現在は、江戸城三の丸の堀付近を日比谷入りへ注いだと認識されている。柴崎村の西側にある日ガ川の川口部には、日ガ川村が存在していたが、後には、日ガ川村及び、日ガ川流域も、 江戸里の一部として認識されるようになっていった。鎌倉幕府が滅びると、江戸氏一族は南北朝の騒乱において、新田義貞に従って南朝方に着いたりしたが、室町時代に次第に衰え、戦国末期には多摩郡北見で活動している。また、大江27年、1420年、奇襲熊の神社の御死が書き留めた、江戸の名字書き立てによれば、 さらに、玉川下流の大田区鎌田、六号、原、宇野木、マリ子ヤ、墨田川下流域の金杉、石浜、牛島、江戸里の国府方、柴崎、古川沿いの飯倉、小石川沿いの小日向、渋谷川沿いの渋谷、全福寺川沿いの中の、阿佐ヶ谷にも江戸市一族が展開した。変わって、江戸の地には、関東関連上杉市の一族、 大喜多に上杉家の有力な武将であり、過老であった大田助長、後の大田道館が入り、江戸市の館跡に江戸城を築く。江戸城は、一説には、交渉2年、1456年に建設を始め、翌年完成したという鎌倉大蔵氏。大田助長は、文明10年、1478年に提発し、道館と合し文明18年、 1486年に、暴殺されるまで、江戸城を中心に、南関東一円で活躍した。道館の時代も日向川は、日比谷入江へ注いでおり、江戸前島を挟んで西に、日比谷入江、東に、江戸港、ただし、東京市志港は、日比谷入江を江戸港としているがあり、浅草港や品川港と並ぶ中世、武蔵国の代表的な港であった。 江戸や品川はト根川、現在のことネ川、中川や荒川などの河口に近く、北関東の内陸部から水運を用いて、鎌倉、小田原、西国方面に出る、際の中継地点となった。大田道館の時代、長く続いた、王仁の乱により荒廃した京都を離れ、県政の良かった道館を頼りに下校する学者や、僧侶も多かったとみられ、日向川の村を中心に、 城下町が形成された。吉祥寺は当時の城下町の外れにあたる現在の大手町付近にあり、江戸時代初期に移転を命じられるまで、当時の周辺には墓地が広がっていた現在の東京駅や S 北口遺跡。平川山を合する法恩寺や浄土寺も縁起からかつては城の北側の日向沿いの城下町にあったと見られている。また、戦国時代には、 大橋宿と呼ばれる宿場町が形成された。さらに、江戸城と川越城を結ぶ川越街道や小田原方面と結ぶ矢倉沢王館も、この時期に整備されたと考えられ、万里周区、葬儀、葬木など多くの文化人が、東国の旅の途中に、江戸を訪れたことが知られている。道館の死後、大木谷上杉氏の当主である、上杉智義が、調教の乱の結果、 隠居余儀なくされて、江戸城に併居することになった。ところが、その後ともよしは実権を取り戻して、江戸で政務を行い、後を継いだともおきも江戸城を、川越城と並ぶ大木谷上杉氏武蔵国に支配の拠点と位置づけた。だが、大木谷上杉氏は、高輪原の戦いで、後北条氏に敗れ、江戸城も後北条氏の支配下に移った。すでに、相模国、 伊豆国を支配していた後北条氏の江戸支配によって、東京湾、江戸湾の西半分を完全に支配下に置き、これに衝撃を受けた東半分の房総半島の諸勢力、小弓久保を、里見市に後北条氏との対決を決意させたと言われている。後北条氏末期には、北条氏政が直接支配して、大田市や千葉市を統率していた。市場の支配域としては、 東京二十三区の隅田川伊勢、伊南及び、隅田区、川崎市、多摩地区の各々の一部まで含まれている。従来、徳川家康入場当時の江戸はあたかも全域が、乾村のようであったとされてきた。だが近年になって、大田道館及びその後の、大北に上杉市、小北条市の記録や古文書から、徳川市入部以前より江戸は交通の要衝としてある、程度発展しており、 こうした伝承は、徳川家康、江戸幕府の業績を強調するために作られたものとする、味方が登場するようになった。その一方で、大田道館時代の記録にも、道館を称える要素が含まれているため、家康以前の記録についてもその全てを史実として、受け取ることに懐疑的な意見もある。とはいえ、現在では、中世に達成した一定の成果の上に、 徳川家康以後の江戸の発展があったと考えられており、中世紀文書の研究に加えて、歴史考古学による調査の進展によって家康以前の江戸の歴史に関する研究が進展することが期待されている。ありきたりの地方の城下町から巨大都市への大改造を実現した人物は徳川家康であった。1590年、後北条氏が小田原西伐で、 豊臣秀吉に滅ぼされると、あと北条氏の丘陵に封ぜられ、開拓の命を受けた、徳川家康は、関東地方の中心となるべき巨城を江戸に定めた。同年の旧暦8月1日、発作、家康は、駿府から京を移すが、当時の江戸城は老朽化した粗末な城であったという。家康は、江戸城本城の拡張は、一定程度に止める代わりに、城下町の建設を進め、 神田山を削り、日比谷入り江を盛んに埋め立てて、町を広げ、家臣と町民の家屋敷を配置した。特管工事であったために、埋め立て当初は地面が固まっておらず、乾燥して、風が吹くと、ものすごい誇りが舞い上がるというありさまだったと言われる。この時期の江戸城はこれまでの本丸、二の丸に、西丸、三の丸、吹上北の丸があり、また道山掘りの開作や日向川の、 江戸前島中央部への移設、それに伴う埋め立てにより、現在の西丸下の半分以上が埋め立つられている。この時期の本場といえるのはこのうち、本丸、二の丸と家康の隠居所として作られた西丸である。家康が1600年の関ヶ原の戦いに勝利して、天下人となり、1603年に聖夷大将軍に任ぜられると、幕府の所在地として、 江戸の政治的重要性は一気に高まり、徳川家に服する諸大名の屋敷が設けられた。江戸に居住する大名の家臣、家族や徳川氏の旗本、御家人などの武士が数多く居住するようになるとともに、町人を呼び寄せて町が急速に拡大した。江戸城とその堀は幕府から諸大名に課せられた手伝い武神によって整備され、江戸城は巨大な県城に生まれ変わり、 城と武家屋敷を取り巻く広大な創価前が構築された。都市開発の歴史については、後の都市の章で述べる。1657年の明暦の大化の後、再建事業によって、地域は隅田川を越え、東へと拡大した。その人口は大図拡大を続け、18世紀初頭には人口が100万人を超え、大江戸808兆と言われる、世界有数。 一説によると当時世界一の大都市へと発展を遂げた。人口の増大は、江戸を東日本における大象基地都市、日本各地の農村と結ばれた大市場、経済的先進地方である上方、近畿地方と関東地方を結ぶ中継市場として、経済的な重要性も増した。当時の江戸は、東都西時期、富岳十六系に見る、葛飾北斎の両国、 現在の墨田区からの作品などからも見られるように、関風に、東都とも呼ばれる大都市となっていた。18世紀末から19世紀初めには、上方に変わる文化的な中心地ともなり、経済活動や参勤交代を通じた江戸を中心とする人の往来は、江戸から地方へ、地方から江戸へ、盛んな文化の伝播をもたらした。一方で、 膨大な人口が、農村から江戸にに流入して、なな都市問題を引き起こすこすとにもなった。江戸の地名で呼ばれる地域は江戸五府内とも言ったが、その範囲は時期により幕府部局により異なっていた。一般に江戸五府内は町奉行の支配範囲と理解された。その支配地は拡大していった。漢文2年1662-2 街道筋の大官支配の町屋三百町が編入され、昭徳三年1713には町屋が成立した場所259町が編入された。さらに、延長二年1745には自社門前地440箇所、境内227町が町奉行支配に移管された。この町奉行の支配範囲とは別に、 五府内の範囲とされた岡前和の範囲、自社奉行が歓迎を許す範囲、塗り考察上の刑事範囲、旗本、御家人が五府外に出る時の範囲などが決められた。これらの五府内の移動を是正するため、文政元年1818 18に江図面に主戦を引き、五府内の範囲を確定した。これにより、五府内の守備器打ちとも称するようになった。この範囲外は、守備器外と称した。 元々は平安時代に存在した茨城,郡桜田江戸城の西南の一部であったが、やがて、豊島郡江戸里と呼ばれるようになっていた。江戸時代初期における、江戸の範囲は、現在の東京都千代田区とその周辺であり、江戸城の外堀はこれを取り囲むよう建造された。明暦の大会後、その市街地は拡大。通称80、808町と呼ばれるようになる。 1818 18年、守備きの制定によって、江戸の地域は初めて正式に定められることになった。今日、大江戸としてイメージされるのは一般にこの範囲である。以下に、江戸に含まれる主な歴史的地名を挙げる。実際には、すでに触れたように、江戸の地は平安時代末期から関東南部の要衝であった。確かに、徳川氏の記録が伝えるように、 あと、北条氏時代の江戸城は、最重要な市場とまではみなされず城は15世紀の粗末な造りのまま残されていたが、赤八州の主婦となりうる基礎はすでに存在していた。しかし、江戸が都市として発展するためには、日比谷入江の東、隅田川川口の西にあたる江戸内島と呼ばれる佐世を除けば、城下町を作るために、十分な平地が存在しないことが大きな障害となる。 そこで、徳川氏は、まず、江戸城の和田草門から隅田川まで、道三堀をうがち、そこから出た土で日比谷入りへの埋め立てを開始した。道造堀は、隅田川川口から江戸城の傍らまで、城の建造に必要な木材や石材を、搬入するために活用され、道造堀の左右に、船町が形成された。また、元からあった平地である今の時は橋門外から、 日本橋の北に新たに超人地が設定された、この時と時期を同じくして、日向川の日比谷入江から江戸前島を貫通する流路変更が行われたと思われる。これが江戸本町、今の日本銀行本店や三越本店がある一体である。さらに元からあった周辺集落である南の島、北の浅草や西の赤坂、牛米、麹町にも町屋が発展した。 この頃の枝の姿を伝える地図としては、別本慶長江戸図が知られている。江戸は、のの字型に設計されたことが、一般の城下町と比べて得意であると言われる。つまり、江戸城の本城は、大手門から、和田総門、馬場崎門、桜田門の内側にある本丸、二の丸、西の丸などの内閣に、将軍、次期将軍となる将軍の生死、 先代の将軍である大御所が住む御殿が作られ、その西にあたる半蔵門内の吹き上げに、将軍の親族である御三谷の屋敷が置かれた。内城の堀の外は、東の大手門下から、和田荘門外に、古代大,大名の屋敷、南の桜田門の外に、戸山大名の屋敷と定められ、西の半蔵門外から、一橋門、神田橋門外に至る大地に、旗本、 御家人が住まわされ、さらに武家屋敷地や、大名屋敷地の東、時和橋、御福郷、丹野郷、月屋橋から隅田川、江戸湾に至るまでの日比谷梅て地方面に、町人地が広げられた。これを地図で見るとちょうど大手門から月屋橋に、至るまでの、のの字の堀の内外に渦巻き上に、将軍、審判、府代、戸様大名、旗本御家人。 町人が配置されている形になる。巻き貝が殻を大きくするように、渦巻き型に柔軟に拡大できる構造を取ったことが、江戸の拡大を手助けした。家康の死後、二大将軍、徳川秀忠は、江戸の北東の守りを確保するため、小石川門の西から南に流れていた日向川を、まっすぐ東に通す改修を行った。今の水道橋から万世橋、 秋葉原の間は、本郷から駿河台まで伸びる神田大地があったため、これを掘り割って、人工の谷を作って通し、そこから、西は、元から神田大地から隅田川に流れていた中川の流路を転用し、浅草橋を通って隅田川に流れるようにした。これが、江戸城の北の外堀である神田川である。この工事によって、日向赤流であった一つ橋、神田橋、 日本橋を経て隅田川に至る川筋は、神田川、日向川から切り離され、江戸城の堀となった。この堀が再び、神田川に接続され、神田川支流の日本橋側となるのは、明治時代のことである。さらに三大将軍、徳川家光はこれまで手薄で、残されてきた城の西部外角を固めることにし、ため池や神田川に注ぎ込む、小川の谷筋を利用して、 ため池から赤坂、四ツ谷、市ヶ谷を経て、牛込に至り、神田川に接する外堀を作らせた。全国の戸山大名を大動員して行われた、外堀工事は1636年に竣工し、ここに、おなり門から浅草橋門に至る江戸城の野の字の外側の部分が完成した。城下町において、武家地、町人地と並ぶ要素は、寺社地であるが、江戸では、 自社の配置に風水の思想が重視されたという。そもそも江戸城が徳川市の城に選ばれた理由の一因には、江戸の地が当初は、北の玄武は麹町大地、東の清流は日向川、南の須作は日比谷入江、西の白古は東海道、江戸の拡大後は玄武に本郷大地、清流に大川、隅田川、須作に江戸湾、白古に甲州街道と、 詩人相応に則っ,っている点とされる。関東の独立を掲げた武将で、代表的な恩霊でもある、平の真っ盛道を祀る神田明神は、大手門前、現在の首塚周辺から、江戸城の鬼門にあたる駿河台へと移され、江戸総鎮守として建て祀られた。また、江戸城の建設に伴って城内にあった、三の御面、現在の日枝神社は、裏鬼門である赤坂へと移される。 さらに、家康の帰依していた、天台宗の総展開が、江戸城の鬼門にあたる上野忍が丘を拝領、京都の鬼門封寺である、比叡山に習って、道東を建設し、1625年に、寛永寺を改ざした。寛永寺の三号は、東永山、すなわち東の比叡山を意味しており、寺号は、遠逆寺と同じように根粒寺の年号から取られている。 江戸は海辺を埋め立てて作られた町のため、井戸を掘っても真水を十分に得ることができず、水の確保が問題となる。そこで、赤坂に元からあったため池が活用されるとともに、井の頭池を水源とする神田浄水が作られた。やがて、江戸の人口が増えてくるとこれだけでは供給しきれなくなり、水不足が深刻になってきた。このために作られた水道が1653年完成の 玉川上水である。水道は江戸っ子の自慢のものの一つで、水道の水を産湯に使いなどという言葉がよく使われる。1640年には江戸城の工事が最終的に完成し、江戸の都市建設は一つの終着点に達した。しかし、1657年に明暦の大化が起こると、江戸の町は大部分が消防し、江戸城天守も炎上してしまった。 幕府はこれ以降、家事をできるだけ妨げられる、用都市計画を変更することになった。これまで吹き上げにあった後三夜の屋敷が、半蔵門外の清井町に移されるなど、大名屋敷の配置替えが行われ、累承を防ぐための避助地として、十分な広さの空き地や庭園が設けられた。大名屋敷が再建され、参勤交代のために、多くの武士が滞在するようになると、 彼らの生活を支えるため江戸の町は急速に復興するが、もはや外堀内の江戸の町は狭すぎる状態だった。こうして江戸の町の拡大が始まり、隅田川の対岸、深川、永大島まで都市化が進んでいった。南、西、北にも都市化の波は及び、外縁部の上の浅草が盛り場として発展、さらに外側には新吉原遊郭が置かれていた。 1624年、寛永元年には、中村勘三郎を、猿若が京都から江戸に移り、町武行所の許可を得て、猿若座を開き、江戸の芝居小屋が始まった。最初は、江戸、中橋、現在の日本橋と京橋の中間あたりにあったが、やがて、境町、今の人形町へ移転。元禄時代、1688から1704年頃、には、 江戸の歌舞伎は流星となり、芝居小屋は、猿若座、境町、市村座、吹屋町イコール現人形町、森田座、小引町イコール現在の歌舞伎座のあたり、山村座、小引町の四つとなった、江戸四座という。江戸の落語は17世紀後半、上京、元6年間に、かの部座衛門によって始められ、18世紀後半には、カラステ、エンバの飼話を経て、三 笑い抵コーラ、初代によって、寄せ芸能として確立したと言われている。江戸の成人男性の識字率は幕末には70%を超え、同時期のロンドン、20%、パリ、10%未満を遥かにしのぎ、世界的に見れば極めて高い水準であるということが、できる。ロシア人革命家メイチニコフや、ドイツ人の考古学者シュリーマンらが、驚きをもって、 式辞状況について書いている。また武士だけではなく、農民も和歌をたしなんだと言われており、その背景には寺小屋の普及があったと考えられ、考察等でいわゆる、お触れ書きを公表したり、河原版や、貸本屋等が大いに繁盛した事実からも、大半の町人は文字を読むことができたと考えられている。ただし、式辞率が高い武士階級の人口も多いため、 識字率がかさ上げされているのも間違いなく、当時、全国平均での識字率は20%から50%程度と推定されている。また、明治時代に入ってからの話であるが、徴兵制施工時の調査では、事務処理ができる実用的なレベルの読み書きができるものは20%程度だったという。火事の時は、周りの家を倒して広がるのを防いだ。 木造建築なので火が移りやすいため。慶応四年、明治元年旧暦1月3日、1868年1月27日に、母親戦争が起こり、戸場、伏見の戦いで、幕府軍が敗れると、薩長軍の大軍が江戸に迫り、江戸は戦火にさらされる危険に陥った。幕臣、かつ回は早期停戦を唱えて、 薩長軍を率いる西郷隆盛と交渉。同年旧暦4月11日、5月3日に、最後の将軍、徳川義信は、江戸城の無血会場し降伏。公戦派と官軍の間の上の戦争を例外として、江戸は戦火を免れた、江戸無血会場。同年旧暦5月12日、7月1日に町地を中心に、江戸府が設置された。 同年旧暦7月17日、9月6日には、江戸は東京王と解消され、江戸府は東京府となった、江戸を称して東京と試すの証書。同年旧暦10月13日、11月26日に、明治天皇が東京行行した際、江戸城は東京城と解消された。翌明治2年旧暦2月19日。 1869年3月31日には新たに守備期の範囲が定められ、旧暦3月16日、4月27日には、長地に50番組制、50区制が敷かれた。旧暦3月28日、5月9日には、明治天皇が2度目の行行を行い、東京城を工場と称し、かつての将軍の居住する都市、江戸は天皇の安在する都市、 東京となった東京テント。旧暦11月2日、12月4日には武家地を含めた地域が東京府の管轄となった。明治4年旧暦6月9日、1871年7月26日には守備期が改定され、大工小区制に基づく6大区制が導入された。同年旧暦7月14日、8月29日の廃藩置県以降、 段階的に周辺の地域が東京府に並行され、明治4年旧暦12月27日、1872年2月5日には、武家地、町地という名称が廃止された。明治7年、1874年3月4日には、東京十一大区政へ再編され、明治11年、1878年11月2日には、東京十五区成に落ち着く。 以降、東京の街並みが、東京市、東京都へと変遷しつつ、東京都市圏に拡大していく過程で、かつての江戸の内隅田川伊東の本所、深川を除いた地区は、都心となり、その中核としての役割を果たしている。その多多数あり、川、堀の水路もと、蔵は、江戸を象徴する、街並みの特徴であり、蔵造りの街並みが残された栃木市、埼玉県川越市、 千葉県、香取市の旧沢原市の市街地などの関東地方の河口都市は、江戸に似た構造という点や江戸と交流が深かったという点から、小江戸と呼ばれている。なお上記とは別用法として、初期の江戸城下町を、後年の広域化した江戸城下町を意味する、大江戸に対して、小江戸と称する用法もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。